札幌で働く素敵な男性ミスターシティを紹介するウォッチング札幌。今回のミスターシティは美しく独創的なパフェで幸せを運んでくれる沖弘次さんです。幸せのレシピスイートの沖弘次です。僕のモットーは食を通じて人を幸せにすることです。沖さんはパフェ専門店幸せのレシピスイートのオーナーパティシエ。洋食から和食、寿司まで幅広い技術を習得してきた沖さん、その技術と知識をパフェに注ぎ込んでいます。やっぱり料理とかもやってるんで、ジェラート自体にもやっぱり胡椒入れたりとか、お醤油使ったりとか、ちょっと他とは違うような味付けにしてますね。フルーツもやっぱり楽しめて、いろんな食材をジェラートにできたりもするんで、それはちょっと楽しみながらやらせてもらってますね。ところで皆さん、締めパフェってご存知ですか？食事や飲み会の後、パフェで締める札幌発の楽しみ方で全国的にも話題になっているんです。沖さんはその火付け役の一人。そしてこの日は道内の生産者と連携し、北海道に締めパフェの輪を広げようと取り組む北海道札幌市政策研究未来会議のメンバーが集まっていました。沖さんと開発中の道産食材を使ったパフェの試食会です。なんと玉ねぎ、かぼちゃ、生姜を使っています。玉ねぎ感は今回チョコレートしましたね。玉ねぎはチョコレートに、はい、玉ねぎなのに辛くないです。甘い。最後にそうやって玉ねぎが甘かる。そうですね。生産者の方にぜひ食べていただきたいようなので。そうですね。本当に悩んだ。まあ感動していただいたりしながら、こう意外性も持ってもらったりして、でも玉ねぎの存在とかを残すっていうのがすごい自分の中ではテーマであったから。挑戦がやっぱ大きさすごいな。野菜だったり、まあフルーツだったりっていうのは掛け合わせることで、まあ可能性をすごく感じているので、道外世界にもね、知ってもらうようなきっかけを作っていけたらなと思います。パフェから広がる輪の中心で周りに幸せを届けている沖さん、皆さんにぜひ参加してほしいイベントがあるそうです。札幌締めパフェイベントを開催いたします。パフェを語ってみんなで幸せになりましょう。北海道締めパフェ物語は1月17日水曜日、23日火曜日の2回開催。パフェの開発秘話や締めパフェ談義など、パフェにまつわる楽しいイベントが盛りだくさんです。参加申し込みなど詳しくは北海道札幌市政策研究未来会議で検索。この番組はフリーペーパー札幌シティライフとタイアップしています。紙面でもミスターシティをチェック。